どうもこんばんは、赤トゲメットです。ポプーナ初見実況プレイやっていきたいと思います。この子、前おもらしとかしてた子なんだけど、ホテルのオーナーになれるかなとか言ってる。衝撃言うこと変わってるなと思ったら、変わりすぎてない性格まで変わってるんだけど。野良猫の夢第7話。それから出会ったのはダンサーのお兄さんだったのにゃ。お兄さん僕いりませんか？何でもお役に立ってみせますよ。うん、そうだな、じゃあおいで。その日僕はお兄さんと一緒に街角で踊ったのにゃ。僕は変態かな格好になりながらも一生懸命踊った。お客さんはそんな僕を見て大笑い。僕もとても楽しくて、やっと自分の場所を見つけたような気がした。でもその夜お兄さんは言ったのにゃ。君がいると誰も僕のダンスを見てくれない。僕は悲しい気持ちでいっぱいになりながらさよならを告げたのにゃ。なかなかうまくいかないにゃ。続く。悲しい。よし、今回こそアイドルになるぞ。仕事リストね、占いも終わりました終わっちゃったね。アイドルの研修生になりたいんですよね。そのためにはテレビ局でコネ作ってこいって言われて、テレビ局のコネ、テレビ局に入りてえな。テレビ局に入るにはなんかチケットがいるらしい。さ、チケットじゃないな、紹介券だっけ、紹介状か、紹介状が必要らしい。そのためにはテレビ局の関係者とかテレビ好きの子とかに掛け合ってみてよって言われて、テレビ好きな子がいそうな時おねのここにやってきました。ミラがいねえミラがいねえ、いたわ。ポプーナおはよう。居住区ドームについてやったレポートがまとまったわ。ドームについての問題なんて答えられないよね。いいえ、答えられるの。いくわよ。1問目。映像や音楽、ファッションなど常に新しいものを発信している都市はどれだ。アルティエラ。正解。2問目。世界中の子供たちを育てている場所であり、この星の中心となる空港都市はどれだ。子供たちを育てる、トキオネ。正解。小手調べ。最終問題。社員社とブラボ社、二大企業のスタッフたちが暮らすハイテク都市はどれだ。インテリジェントシーね。先生もびっくりすると思う。お、うな重。とっても良くなるかも。どこ行く？聖者の白い猫。サンルームに行ってくるね。ワイも行くわ。サンルームね。サンルームはエレベーターホールから行くことができる。同居してる、同居というか同じ部屋にいる人いなかったっけ。まあいいや。ホスジングル。植物系のダークローグの研究費が足りなくなった。5000マテリアル。そりゃ知らんな。はい、あ、違う、5000マテリアルですか。持ってまーす持ってまーす。はい、いい返事だね。おいっす。手渡した。友達プリも上がる。実験の時間、後で来てね。
大金渡したぞ、大金。サンルームに行きましょう。エレベーターホールか、こっちか。サンルーム、うん、先にテレビ見よう。聖者の白い猫第2話。ご主人様が留守の間、同じ塔に住む聖者の人々が僕を心配してご飯を持ってきてくれた。聖者は困った人を感知する能力があるみたい。それってきっと僕のヒゲと同じようなもの。あんまり難しいことを考えると眠くなるからやめるにゃ。だって僕はこの家を立派に守らないといけないんだから。続く。野球中継。スポーツニュースの時間です。この番組はキャスターの私バットンと解説のボールソでお送りします。本日もノーカットで野球中継をご覧いただきますが、いや、小次郎選手すごいですね。私も大好きなんですよ、小次郎選手。奥さんがこれまた美人で本当羨ましい。いいですよね。私も美人の奥さんが欲しい。それには小次郎選手のような立派な人にならないと、ならないと無理ですかね、多分。ガーン。それでは時間です。中継をしろ、中継を。聖者の白い猫ってサンルームやグレートトラックでしか見られない。勉強の合間に聖者の白い猫を見て、一応で全部見終わった。先生になって子供たちにいろいろ教えていきたい。ほう。テレビをたくさん見てるのは将来の夢のため。何になりたい？お父さんお母さんを元気にするのが先。白猫みたい。お、友達度アップ。オプーナのエナジー、また明日ね。明日か、進まなくなっちゃったな。一日忙しい、また明日。明日か、アイドル進まねえな。そっか、どうしよっか。久しぶり。失礼しました。どうしようか。スイーパーちょっと進めてみるか。ライフ望遠、ワープ、秘密機、あったー、秘密機、大きなプリン。2個目、マルチシェル、バンプシェル。そうか、バンプシェルって持ったことないな。バンプシェルにしてみる。バンプシェル、これだ。倒し損ねた敵から HP 吸収、壊れる確率16分の1。壊れるやつか、やっぱ。お、ベビールーム。お、ベビールーム、大切な星の子供を育成する部屋。こんなとこ来たことあったっけ。ゆりかごのようなバウンサー機能付き。こんなとこ来たことないよね。マジ。気持ちよさそうに眠ってる。気持ちよさそう。ほう、こういうところもあったんだな。
秘密キーとかは特になさそう。お、久しぶりに飯食うか。おいっす。せっかく朝食券持ってるからね。むしゃ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 。HP 回復。どっちかっていうと FP を回復してほしかったんだが。コートボックス。ランドロール製は青かった。半分だけ。夢の中で僕はクジラだった。クモメが羽を痛めていたので自分のものを譲ってあげた。これさ、使うたびに言葉変わんね。おい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 。そういえば3スターでここ行けなかったっけ。あ、行ける行ける行ける。国際エントランス通路。ここで警備しているとマヌー語やギャギャー語で話しかけられることもある。国際エントランス。お、新しいエリアだ。どうぞお通りください。あ、審査ね。ここから先は違うと。ここは審査室か。お、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 進展した。新しいところだ。待て待て待て。ポッドステーション。見たこともない世界だ。ふにふにに繋がってる。そっか、ここから行けるのか。ずっと通れないところだったもんな。ここはまだ行けないけど。へえ。ついに行けると思ったら特に何もなかったでござる。ここはフォースターだね。この席は時を根に入る前に身元チェックの必要な国際線ご利用のお客様。はあ。例えばここら辺に誰かいたような気がするけど。バルト星。こういうことか。さあ、ライフボーンにやってきたのはいいけど、さあ、どうするんだ？仕事リスト。バキュームホースで掃除。全。作業管理センターの新センター長。ほうほうほう。作業管理センター行けばいいのかな。セーブしとこ。怖い怖い。よし。作業管理センター。作業管理センターか。裏に回る必要があるのかな。この辺はもう更新されないんだ。
ガバガバだな。なんかすげえ咲いてね。こんなに花あったっけ。時を根から連れてきてもらった。ファンはっていい仕事。ワンワン。なんか植物が増えてる。綺麗な畑。めっちゃ迷った。お、アルティエラのキースの店。持ってるぜー、そのライセンス。VIP ルーム、セレブ。セレブか、前も見たな、セレブ。お、ペットか。スイーパーの掃除をしに来たんだが、先日まで管理センターにいた聖者さん、アイゼル様に会いに行ったみたい。お？お？ハイテクちゃん、あ、そうだ、ハイテクちゃんも後で見よう。センター長が変わってから仕事がどんどんこっちに回って大変。お？なんだなんだ？マック店長。先にテレビ見よう。ハイテクちゃん。8話。ハイテクちゃんって呼ぶわ。科学であっという間に解決。はあ、まだ子供なのに、かわいそうに。お父さんの、お父さんとお母さんの怪我を治療するためにものすごく大量のマテリアルが必要だなんて。さすが私の出番のようね。幸せのための再生成、あとはよろしく。スイッチオン。さあ、生成するわよ。ハイテクちゃんの兄。おーい、ハイテク。お前が見たがってたドラマは録画予約してないけどいいのか。え、そうだっけ。だ、大変、急がなきゃ。ハイテクちゃんは去っていった。こうして、一人の悩みは解決されなかった。ハイテクちゃんはまだ気づいていない。もしそんなものを生成していたら、大地の牢獄へ入れられ、一生出られなかったと。ねねこ。ゼンさんのお手伝いをしているねねこ。特になし。お、スイーパーのお願い。ゼンです。ちょっと探索しすぎて声が僕は突然管理センターの補佐に任命されまして忙しい毎日を送っている。突然？突然の前。そんな中ライフモンの自動清掃システムが壊れた。紙くずだらけ。アイゼルから与えられた仕事なのに情けない。住民がレジデンスに戻っている間に紙くずを片付けてほしい。1フロア30秒の掃除を3フロア分。キッズ。1階ロビーから3階ロビー。1フロア30秒。3フロア分。相当きついぞこれ。大丈夫？じゃあ何回かやり直しになる可能性があると思いますが、頑張ります。これ使わないといけねえな。激務ですね。
ここか。やるか。各フォロワー制限時間30秒。3階ロビーから1階ロビーまで全フロアの掃除。この顔。この顔である。拾わないでいい。空き缶まで拾ってしまいそうな顔。3フロアの紙くずを拾えるよう頑張ってください。制限時間30秒。多すぎ。10個以上。そういう感じね。これ相当急がないといけんな。全部は無理だ。14個。やべ、足んねえ。空き缶ばっかじゃねえか。15個以上。あ、8個以上か。15個あるうちの8個以上。急げ。まあまあ、目標数クリア。何個だ。35個。嘘、そんな。いや、35個中10個。こっちだ。時間ない。よし、宝石も拾った。ギリギリ。ノルマはバッチリやりよくけた。ギリギリだったな。おめでとう。クリアできる人がいるなんて。2000マテリアルを受け取った。今まで99人のスイーパーがチャレンジして諦めていったノルマ。アルティーラの作業管理センターへ行け。めんどくせえ。めんどくせえ。な。先にゼンさんのお話を聞きましょうか。行ったり来たりします。達成できました。マック店長をはじめとするファーストフードの人たちにだって悩みの種だった。ほう、マック店長。オスマック店長を片付けてくれているようだ。はいはい、カスタマイズしてるよね。お、2ポイント上がった。マックと友達、これからよろしくね。スタッカー1号。スタッカー1号ですか。それはわかんないですね。じゃあアルティエラへ飛びます。どっちだっけ。まあいいや。ワープ、ほい、飛んできました。これだな。スイーパープライベートからスイーパーオフィシャルのライセンスをゲット。何が上がるんだろう。なんか上がったと思う。どれだろう。いろんなステータス上がってんだよね、実は。スイーパー、トキオネグレートトラック。トキオネに行け。トキオネか。お、お掃除チャレンジまだできるんだ。マジか。
この人？あ、この人だ。シャーリー。お願いしたシャーリーです。テニス中継を見たことはありますか？一回だけあるな。あ、インテリジェントシーか。はーん、スーパーテニスコート。二つあるの。2分で50個以上。相当きついぞ。ちょっと指先ほぐしましょう。指痛めた。指痛めた。よし。行くぞ。多いなぁ。150個ある。2秒に1個。結構多いから無言でやりますね。作業芸なんで。そして結構きついんですよね。噛んだこれ。演奏した。がっつり時間食っちゃった。ほい。25個は行きたいな、半分で。こっちの方もたくさんあるな。空き缶も結構ある。ではこんな紙くずが落ちんの。よし、半分はいった。時間半分で紙くず半分。悪くない。テニスコートにもいっぱいあるな。空き缶はわかるけど、紙くずってそんな落ちなくね？チラシとか？ここいっぱいあるな。あんま移動せずに紙くずをたくさん拾える。ここにあるやつで50個はいく。宝石とかねえかな。なさそう。55個バッチリブブー。はい、びっくりした。本番一つ上の階の時をね、地下1階中央通路、地下1階中央通路というとこっち中央通路ってか。ここだな、中央通路。いた。セーブしとこ。何が起こるかわからないからね。パソコンのフリーズとか。クワバラクワバラ。よし。ワープしたなお前。ミラさんとは仲良くしてまーす。教え子。テレビ好きな変わった子。本番。グレートトラックのお掃除。4分で80個。4分で80個。4分で80個。まず探すのが大変だよな。4分って結構長いけど。
ほんと長いじゃん。これ、そんなある？紙くず80個も。宝石は落ちてるね。これ全部じゃね？下手したら。そんなことない？あ、3分の2。やばい、引っかかった。結構きついな。缶が多い。これは探すのはそんな難しくないけど、まず缶を吸わないようにするのも必要。ああ、吸っちゃった。あんま気にしてらんない。あと缶だけ。缶多すぎ。缶を吸わないように紙を吸う。いや、きつい。まだ4分の1いってねえもん。あんま細かいこと気にせずガンガン吸ってた方がいいか。半分の時間で40個いきたい。40個いきたいけど、缶吸っちゃった？大丈夫？あ、缶吸っちゃった。あともう一個。時間ねえな。缶ばっかじゃん。見落とした。これもだな。どこだ。いや、2分切ったな。まずい。椅子のとこにあんのか。そっか。わかったわかった。椅子のとこ見てない。混ざりすぎでしょ。これは骨だ。噛んだこれ。マジか。ペースが悪い。やばい。急げ。ギリギリいけるペースではあるけど。いや、ペース悪い。なんとか盛り返したっぽいな、ペース的に。4分の3で、ノルマ4分の3。ただ、見つけるのが苦労しそうだから、結構厳しいぞ、この先。70、あと10個。まとまってる。缶は吸わないように。あと4個ある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 っちゃあるけど、缶を吸わないようにしないと。 OK、 なんとかいったな。この辺にいっぱいあったわ。最後缶吸ってるし缶吸ってるし、バッチリ。缶いっぱい吸ったけど、なんとかなったわ。クリア。ん？ああ、水飲んだ。ミラをはじめとする時おねの生徒を10人くらい集めてお掃除するのに、一人で終わらせてしまうなんて。達成。宝石拾ったよ。プリズムジェム。ムーンフォレスト時おねにいるカーネルさんがプリズムジェムを買い取りたがってた。ニコー。アルティエラへ行ってらっしゃい。アルティエラ行きまーしたー。よし。
はい、スイーパーダストマスターポケモンマスターとかならいいかもしれないけど、ダストマスターって、お、すべて達成、世界から紙くずが消え去ることはありません、拾いまくれ。よし、時計に戻るか一回。オス、話すことが合ってる？話すこと変わってないですね。さて、ちょっとミラーに話しかけたら何か変わるかなという雰囲気あるんで、ちょっとミラーのとこ行ってきましょうか。ミラーまだ忙しくしてた。ダメだダメだ。研究室は？まだだー、ダメだー。じゃあ本格的にもうやることがなくなったのでいいかな。もうやることって言ったらミネラル収集とかロックドリルで採掘とかしかもないですよね。インテリジェントシー行く、あとはアングラーか、アングラー釣りまくる釣りまくる。ワープ釣りまくるといえばシャチルカ海岸っていうのがこのサイトシーイングポットにあるんですよね。もしかしたらアングラーの、アングラーじゃねえや、なんだっけ、フィッシュ釣りの何らかが進むかもしれないですよね。あ、でもあれか、ライセンスのシーマスターのツアーダイバーを受けた後仕事受けたまわってないな。一回行ってみるか。仕事を受けないと多分何のノルマもこなせないよね。まあ一回行ってみるぐらいはいいか。さあどんなところへ。シャチルカ海岸。いい観光ができそう。オス、エリザベス、案内係、リズ。シャチルカって知ってる？正直名前だけ。シャチルカ見せてあげる。かわいいよ。あ、自分で行くんだダークログが出るが問題ないだろう。ライセンス持ってたら大丈夫だぞ。護衛スペシャルフォース。お、あ、普通にどこでも出る。わ、見たことない。ウッドペッカー、クラーゲン、あんまり強くなさそう。てか体力もフォースもすげえ上がったから、そんな難しくはないと思う。バッチリ。地図ある。あ、こんな真ん中の島なんだ。アイテム。サプリポット。ありがてー。あ、ここカメラ変えられないっすね。ちょっと不便。マジか。
スパイラルトーチ。バッチリ。ちょっとだけ FP 持ってかれてるな、オプーナ。そういう敵なのか。お、こちらにあるのがティティア星人がランドロール星に来た時に使ったダッシュポット。え、私たちレスキューは人命救助のためダッシュポットを開けようとした。追い出されてしまった。むす。ティティア星人観光さ、え、は、ポリナメタリン着。外した。なんだ51。強い。オッケー。なんかよくわからん敵が出てきたけど、メタリン着、アイローションなんかいろいろ落としそうだな。おお、アイテムを取ろうとしたらダークロール。強撃で一発で倒せる。あ、 FP 持ってかれてんじゃなくて、オプーナが成長した時に回復してないだけか。OK。マルチワクチン。何それ。アイテム。マル、あ、これか。免疫ができる。ほうほう。一回使うとなくなる。あれ？あれ？観光の人どこ行った？観光の人どこ行った？おーし、ナイスか、バッチリ。観光案内の人どこ？案内の人どこ？はい、オッケー、オッケー。案内の人どっか行っちゃったな。え、マジでどこ行った？こんな狭いエリアで行くとこなんかないだろ。うわ、まやかしアタック。ボンボンを放った瞬間にギュッとエナジーが減るのは、ね、氷とかつけてるからですね。え、マジどこ行った？あの人右に歩いてったよな。右？動作もないですね、この辺。レベル上げすぎた説ありますが、まあ、楽ちん。
下か。これ乗っていこう。こっちはないね。わかりづれえ、この手前に降りていくの。でかい。ジャイアントバット。オッケー、どうしようもない。何か掴んだ。レベルアップ。ハイオール。あなたも回復を。ミネラルウォーター。もういらんがな。もう上位互換いっぱい持ってるよ。お、リズ、注目。右手に海が見えるでしょ。見えますね。スチルか。カブトウオ、シーマテリアル、ランタン。50匹。レッツゴー。よし。今回この辺ですかね。ちょっと長く撮っちゃったんで、この辺で終わりたいと思います。なんか、赴くままにシャチルカ海岸に行きましたが、なんか話がずんずん進んでいますね。ライセンス取らなくてよかったかな。はい。というわけで今回ここまでにしたいと思います。次回もよろしくお願いします。